我がバハムートへようこそ、アーシェ殿下。王族にふさわしい出迎えが遅れた非礼を詫びよう。一つお尋ねしたい。あなたは何者だ？亡国の復讐者か、あるいは旧国の聖女か。どちらでもないわ。私は私、ただ自由でありたいだけ。そんな女に国は背負えんな。ダルマスカは諦めたまえ。見ておけ、ラーサ。君主たる者として力なき身の苦しみを胸に刻め。嫌です。僕は、私は無力だとしても諦めはしません。頼もしいな。諸君の死をもって反乱は終結し、ダルマスカの秩序が回復する。無力なる者どもが企てた反乱による無益な犠牲にこの手で終止符を打とう。我が行く手を阻む者には等しく死をくれてやろう。
ガブラス、ラーサーを守れ。これからここは地獄に変わる。ラーサー様をお守りする。野良犬が死をもって償え。そのつもりだ。私は新たな覇王となって人間の力で時代を開く。神々が操る歴史を終わらせ、人間の魂を解き放って、我らが求めた自由をつかむ。しもべたちよ、虚空に舞いその刀身を冥酷なる破壊の力に変えよ。我その塚を取り、地に這う者どもに裁きを与えん。軍人と化せ。Yeah!
やっやっあ、えせいやっやっやっあ、えせいやっWe'll be right back.
響き走れ。打ち払え。光り触れ。聖なる力、敵を打ち砕け。清き輝きにより邪を滅ぼさん。逃げようったって遅いぜ。行け。Thank you.
どうだ、飛べそうか。グロセアエンジンに燃料がいってないわ。くそ、バン、回ってくれ。エンジンルームを見てくる。オッケー。ブラン、来い。見て、バハムートのグロセアリングが止まる。バン、シュトラールのグロセアリングが回転し始めたらすぐに発進だ。教えた通りにやれ。お前なら飛べる。わかった。パンネロ、バハムートの飛空石の干渉に気をつけて。あなたはシュトラールの感情をコントロールするの。やってみる。バッシュ、ラザー様を頼む。今ソリドールが滅びれば帝国は崩壊し、戦火は内戦へと広がる。わかっている。ラザー様は最後の希望だ。出力が戻った。バン、行ける。よし、行くぞ。みんな捕まって。カカ、シュトラールです。シュトラールがバハムートから離れました。そうか、出てきたか。よし、バハムートは落ちた。これが最後の戦いだ。一気にジャッジどもを殲滅するぞ。主砲アレキサンダーへ向けろ。攻撃を停止せよ。私はジャッジマスターガムラス。繰り返す。ルケイリア軍全艦に告ぐ。攻撃を停止せよ。戦いはもう終わりだ。我が軍はダルマスカ王国のアーシェ・バナルガン・ダルマスカ王女と停戦を合意した。我が名はラーサー・ファルナス・ソリドール。兄ベイン、名誉の戦死をされた。今艦隊は我が指揮下となる。閣下、いかがいたしますか。私はアーシェ・ダルマスカです。アーシェ様、ご無事であったか。ジャッジマスターガブラス、そしてラーサーソリドールの話は本当です。お願い、戦闘をやめてください。戦いは終わりました。私たちはもう自由です。つなげ。はっ。アルティディアン、ダルマスカ方面第12艦隊、機関アレキサンダー。艦長のジャッジ・ザルガバースだ。我々はこれよりラバナスタへのバハムート落下を阻止すべく、バハムートへの特攻を敢行する。何？このままでは魔法障壁が持たない。そうなればラバナスタは全滅する。機関隊は衝突によってバラバラになったアレキサンダーの破片をさらに攻撃してくれ。なかなか命を粗末にするのは早いよ。バルフレア、バルフレア、一体どこにいるんだ。やお、バン、うまく脱出できたみたいだな。シュトラールはいい飛空艇だろう。何をするつもりだ、バルフレア。おっさん、アレキサンダーのバカジャッジを止めてくれる？俺が一生懸命グロスエアリングを修理してるんだ。もうちょいだから特攻なんてバカなまでそんなってる。あなた、あなた一体何をしているか分かっているの？王女様、心配ご無用だ。俺を誰だと思ってる。この物語の主人公だぜ。主人公は絶対に死なないのさ。やったぜ。ほら、クロスエアリングに動力を回せ。
けたら承知しないぞ。うん、分かった。俺、待ってるよ。来月はいよいよアーシェの戴冠式。アーシェがますます遠い存在になるけど、それは仕方ない。だって女王様なんだから。戴冠式であなたと再会できるのを楽しみにしてる。お呼びですか？王子様はお元気？イヴァリースの平和のためにあなたの元へ行ったバッシュ王子様。本当はアーシェの元へ戻ってほしい。彼女、立場や責任があるから何も言わないけど、きっと寂しがってるはず。帝国は一番岩じゃない。頼む、ラザー様を守ってくれ。心配するな、ガブラス。ダルマスカのためでもある。それを聞いて安心した。すまない、兄さん。ことを伝えていなかった。預かっていたストラール号を盗まれちゃったの。でも持ち弟子が持っていったんだから仕方がないわ。バンは張り切ってる。
もちろん私も一緒。いよいよ空賊デビューよ。